俺、農家になります。今日も農業経営についてのお話です。この農業はですね、非常にお金がかかります。このお金のやりくり、ここをいかにしていくかっていうことが農業経営を成立させるか否かというところの分水嶺になるわけであります。研修生という身分でどうにかしてお金を増やそうということで、スクラッチの方を買ってまいりました。実はこのスクラッチ企画は第2弾ということでございまして、前回まさかの高額当選を果たしたというところで、その当選金額の一部を使ってまたスクラッチを買ってまいりました。例のごとくですね、我が家の神社の方にスクラッチが奉納されておりますので、しかもなんかちょっと注意書きで書いてあったのが、今回はその10枚セットで買うと必ず3枚当たりが入っているということで、もう3枚の当たりは確実です。高額当選を果たした暁には最近ぶっ壊れた椅子をですね、新しく買い替えようということで、明日はですね、椅子を買いに行こうという動画を撮る予定でございます。それじゃあ早速神社の方に行ってスクラッチを取ってまいろうと思います。こちらです。今あの神社の方からこちらのスクラッチの方をいただいてまいりましたんで、これを相方と一緒に開けていこうと思います。ちなみに5等200円、4等1000円、3等1万円、2等が5万円、1等が100万円です。じゃあ削ろう。さあ6枚選びたまえ。多すぎる。縦横斜めどれでも一列同じ絵柄が3個並べば当たり、うん、ああ今回5個も絵柄があるぜ。いやマジで小手調べにな。うん頼むぜ。じゃあ今ここに5枚のビーチカードが残っています、うん、姉さん金額の低いやつからいこうか。にぎりー。あー、にぎりでしたね。じゃあこれでもう10枚の3枚あたりはもう、うん、終わったんだ。次1000円の湯飲み、うん、いきます。お、踊った。すごーい。すげー。1600円。すごい。1000円当たりました。よかったね。すごいね。うん、よかったよかった、はい。あー惜しい。1万からいきますよ。次は5万。おお、下駄。下駄ですか。これが最後です。今日は年に3日しかない幸運の日ならば、これはおそらくもうここに下駄が描かれているであろうということはもう誰でも予想がつくことですね。5万ですよ。前回の勝利分と合わせたら6万円。この6万円でゲーミングチェアを買ってね、動画作りをさらに頑張っていくということですね、姉さん、うん、じゃあ行きましょうか。運命の5万円チャレンジ行ってみましょう。これどう？なんか俺これに見えんだけど、これもそれに見える。残念無念。はい、というわけで外れ。1年に3日しかない幸運の日なんちゅうのはもう真っ赤な嘘。またスクラッチを10枚買った結果、2000円分買って1600円分当たりました。まあでもいいことじゃないの。まあ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 、よかったよね。いい方だよね、うん、そんな当たらんよな普通、うん、だから前回と合わせて4000円分買って1万1800円当たってるね、まあ、約8000円ぐらいの儲けになりました。じゃあ明日はね、これを軍資金にして、東京インテリアに行ってかっこいい椅子を買ってくると思います。このスクラッチ良かったなという方はぜひ高評価とコメントお待ちしております。それじゃあバイバイ。